両書文化の玉層。生都市の近社石博物館が所蔵する十節玉層。長大かつ硬い玉を上下から先行し、まっすぐの円光に仕上げるには、高度に熟練した技術が必要だったはずである。層は古代中国で最初用に使われた玉器。多くは南玉から作られた。外形は片中上で長軸方向に円形の穴が貫通し、 上下端は丸く円筒状になる。片柱部の四隅には、浮き彫りや細線で、幾何学文様、新面、重面、巨岩などが彫刻された。円筒形の穴は天を、方形の外周は大地を象徴しており、僧は天地の結合のシンボルであると一般に考えられている。僧の起源は、領書文化まで遡り、はじめ主催者の腕輪だったものが、 ほどなく末置きの再起に転じたと見られる。両所文化では、壁とともに、真剣の象徴として、祭祀で中心的役割を担い、その十面神崇拝に基づいて、とりわけ成功な新人十面分が施されていた。服装された状況より、長軸が長いほど所持したものの地位が高かったこと、政策と分配が、支配者層によって一元的に管理されていたことが、伺える。 両所文化が衰えた後も、僧は主に中原辰山文化へ伝播し、さらに西の聖火文化へと伝わっていった。西へと時代が下るにつれ、模倣を繰り返しか柱部の文様が、簡略化、無自化されてゆく傾向が見られる。中原では二里頭文化もしくは二里丘文化の時期に、僧は一旦姿を消すが、院内に再び現れる。集大に至り、僧は、 礼法で地を祀る玉器として規定された。また、修礼は、諸公が、朝ずる際に、天使の記載へ献上するものとして、そうを記している。ありがとうございます。